草原の草にカブトムシ止まってんねんけど。よし、じゃあちょっと別の場所に移動してみよう。スバカゲロウかな。アリ地獄の成虫ですね。おった。っていうか俺はよく考えたらすごく簡単な虫を一匹カウントしてなかったぞ。こうやってれば来るはずや。来た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 。おっ、かゆい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 。はい、おった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 。かゆい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 。おった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 。おった。塩辛。おった。これ塩やかな。塩辛しないぞ。おった。マジで。そうやん。草原の草にカブトムシ止まってんねんけど。どうしたお前こんなとこって。お前はこっちだろうが。お前はこっちだろ。ほら飛んでけ。キッズに見つかるなよお前。白コブかな。おった。マンシやな。これ何カメムシやろ。これなんだ。おった。来た。吹きバッタがつがいでいます。前回吹きバッタを見つけたんですけども、童貞ができなくて、詳しい方に聞いたらオスを見てみないと童貞できないというふうに言われてしまいましたので、ちょっとこのペア捕獲します。よし。ごめんよ、ごめんよ、ちょっと待ってな。おった。なんか日暮らしが鳴いてる林道って不気味やな。日暮らしの泣く頃に、ある日学校が終わって家に帰ってきた虫岡少年は、友達と遊んでくると家を飛び出したまま帰ってこなかったという。めでたしめでたし。というわけで本日はちょっと夕方から雨が降ると言われているので、こんな感じで帰ろうかなと思います。最近お昼は河川敷で、こういう自然公園っぽいところは夜しか行かなかったから、ちょっと普段見れない種類が見れたんじゃないかなと思います。
梅雨が明けたら夏本番、頑張るぜ。なんか毎回そんなこと言ってる気がするな。ありがとうございました、虫岡でした。あなたは